千葉県八千代市のブードンチェーン店のいよしの屋に刃物を持った男が押し入りました。現在も男は店の中に立てこもっていて、警察官が男の説得に当たっています。人質はいないということです。午後4時10分ごろ、八千代市八千代第二市のブードンチェーン店のいよしの屋で、包丁を持った男が厨房に入ってきた、と110番通報がありました。 男は現在も刃物を持って店の中の厨房に立てこもっていて、警察官が店のカウンターの外から、男の説得に当たっているということです。警察によりますと、これまでのところ人質はおらず、怪我人はいないということです。現場を目撃した人によりますと、男は小ぶっとりで黒い服装で黒いマスクをしていたということです。男が立てこもっている店は、 京成電鉄の八千代田駅のすぐ近くです。